マルハニチロの提供で冷凍食品アレンジ3選の作り方をご紹介します。少ない調味料でパパッと3品、簡単でしかも美味しいアレンジレシピです。はじめにレンチンとろ玉カツ丼を作ります。玉ねぎ4分の1個は耐熱皿に広げてのせ、計量カップに水とめんつゆ3倍濃縮を入れて混ぜ、玉ねぎに回しかけましょう。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで3分加熱します。マルハニチロソースとんかつ1袋を用意し、凍ったままソースとんかつを均等にのせて、溶き卵2個分を回しかけましょう。ピザ用チーズ 20g を散らして、ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで2分加熱します。刻んだ細ネギ適量を散らして完成です。次はイカ天となすのうま塩ぶっかけそうめんを作ります。縦2等分にしたなす2本は水にくぐらせてラップで包みます。耐熱皿にのせ、600ワットのレンジで3分加熱し、ラップのまま冷水で冷ましましょう。ラップを外して水気を拭き取り、食べやすい大きさに裂きます。マルハニチロイカ天ぷら1袋を用意し、600ワットのレンジで3個ずつ約50秒加熱しましょう。計量カップに塩、鶏ガラスープの素、水、おろしにんにく、ごま油を入れて混ぜ、スープを作ります。茹でたそうめん3束分を器に盛り、ナスとイカ天ぷらを順に盛って、うま塩ぶっかけスープをかけ、細ネギといりごまを散らして完成です。次に海苔塩肉巻きチーズポテトを作ります。マルハニチロ肉巻きポテト1袋を用意し、600ワットのレンジで3個ずつ約50秒加熱します。耐熱容器にクリームチーズと牛乳を入れ、600ワットのレンジで1分加熱しましょう。取り出して混ぜ、ソースを作ります。海苔塩肉巻きチーズポテトを器に盛り、青海苔と塩を振ってソースをかけたら完成です。冷凍食品で簡単に時短、忙しい日にぜひお試しください。以上デリッシュキッチンでした。